常年司チャンネルニュースの虎川ガオ、はい、皆さん始まりました。3連休もう終わりましたけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、今ですね、瀬取り監視のためにですね、こう某海の方でですね、今監視活動をやっております。この辺にねちょっと山見えてますよね。これね、これ富士山です。はい、富士山を見ながらですね、今瀬取りの監視活動をやってるんですけれども、先日ですね、先日というか昨日か、アグネス・チョウさんがなんか再逮捕されたということでね、話題になってましたけれども、もうチャイナやる気ですね。前の日にね、まあアメリカからもね、かなり台湾のね、アザー長官訪問の件で、まあ結構ね、ギャーギャー言ってたんですけど、まあギャーギャー言ってるってことは、これはまあアメリカのこの政策は成功だったかなと思って見たんですけど、そういうのも全部含めてね、民主活動家に対するですね、締め付けを強くしていると。いうことで、福島香織さんのメルマガなんかにもですね、まあ、詳しくその辺のことが書いてあるので、まあ、ぜひ皆さん、詳しくはそっちをお読みいただきたいなと思うんですが、まあ、この米中対立ね、このままいくとどうなるのかということでね、つい先日ね、私ね、八重洲イブニングラボにね、非常にちょっと、まあなんというんでしょうね、気運に終わればいいかなみたいなちょっと投稿をさせていただいたんですね。まあそれは何かというとね、まあこれまあテレビでももう言ってるしね、テレビじゃ言ってねえか、各種ね、海外メディアなんかではもうすでに書かれてるし、あとあれだ、朝日新聞が珍しくね、ミア・シャイマーの、ね、国際政治学というか地政学というかね、ミア・シャイマーのですね、インタビューを掲載してね、これ実は書いてるんですよ。何かというとね、限定核戦争の危険があるのではないかという指摘をしているんですよ。はい、でこれ本当にあるかないかっていうのはね、まあちょっと微妙なんですけどね、まあでもなんて言うんでしょうね、お互いに全滅しないような核の使い方というのがですね、実はいろいろ練られています。はい、でこれをね主にやってたのは実はロシアなんだよね。これまあ前にもなんかで私喋ったからいいと思うんですけど、IMF 条約ってあったじゃないですか。あれ IMF 何のためにあったかというとね、あれ中距離核っていうのがヨーロッパにあると、ロシアとヨーロッパで中距離核打ち合って全滅して、でアメリカだけ生き残ってロシア負けってなるじゃないですか。でしょ。であれゴルバチョフがお願いですから、IMF、締結してくださいって、もともとアメリカに来た条約なんですよ。にもかかわらずね、ロシアはIMF の、抜け道をね探りまして、で本当は中距離弾道ミサイルなのになんか燃料抜いて短距離しか届きませんみたいなやつとかなんかいろいろやったんですよね。でその中でその核の小型化っていうのは実はずっとね進んでここまで来ちゃってるわけなんですよね。まあつってもね、チャイナの核はねそんなに小型化はまだ成功してないんですけどね。まあこの辺はね詳しくはねすいません、ちょっと、かなりやばいネタなので、先週というか、先々週か、八重洲イブニングラボでね伊藤俊之先生来ていただきまして、いろいろ語っていただいたんで、詳しくはそちらのオーディオブックをぜひ、お聞きいただきたいんですが、まあアメリカとですねチャイナがねにわかにこのエスカレーション、進んでいるということで、まあこれ注意必要だなと。でこれに合わせてですね、まあ、日本の立ち位置もどうなるんだということですよ。まあ、昨日ね、アザー長官の件で私、まあ、言いましたけれども、米中国交正常化のねあと、まあ、くっついてって日本はね日中国交正常化やったわけですから、まあこれね台湾国交正常化に向けて今アメリカ動き出してるわけですからね、日本もじわじわとやっていくしかないんじゃないですかね。まあ、世の中は新冷戦体制になるのではないかという状況でございます。まあ、そんな中でですね、まあ、経済がね、まあ、今ちょっと株式市場ももみ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 してるような感じで、まあ、昨日ニューヨーク上がったんでね、ぬか喜びしてる人もいるかもしれませんけど、いやー、まあまだまだまだそんなにね、甘くないですよと、いうふうに思います。はい、まあそんなところですかね。まあでもまあ日本はねこれからお盆なんで、まあ多分こうもみもみしながらねしばらく行くんじゃねえかなと思うんで、まあいいんじゃないですか。はい、ゆっくり、まあこの情勢をですね、まあ見ながら行けばいいんじゃねえかなというふうに私は思っています。はい、まあ、そんなところでですね、まあ、米中対立激しくなってきてはいるんですが、まあ、株式市場はもみもみモードということでですね、まあ、経済これからどうなるんだと、いうことです。で、ね、まあ、いくつかねそういう意味で言うとね、まあ、チャイナ経済 V 字回復してるとかいう噂があるんですけど、ちょっとね眉唾なんだよな。なんかそのあそこはさ、ぶっちゃけ言うとね、在庫統計がないんだよチャイナは。在庫統計出してよ李克強さん、お願いだからさ。在庫統計ないから作ったものが本当に売れてんだか何なんだかよく分かんないのよね。ただ作っただけでも GDP 増えちゃうから、公共事業で GDP 増えるっていう人ねいますか。あれは本当なんですよ、本当なんですよ。例えばレインボーブリッジを20本とか引いたら GDP 上がっちゃいますからね。はい、あ、すいません。はい、そんなんでいいんだったらまあいくらでもいけるんですけれども、
まあ、果たして、そういうので GDP って上げていいもんなのかどうかということですよね。で、まあ、近藤大輔さんなんかにね、この間聞いたところによると、もう失業者がね、1億人以上いるんじゃないかと言われているらしいんですよ、チャイナはね、今現在ね。そうすると、まあ、これかなりその失業者の数としてはですね、まあ、シャレにならないぐらいの人数がいるなと。まあ、おそらくあの国はですね、まあ、9億人のね、いわゆるこう農民戸籍の人々ね、まあ、これはまあ、言い方悪いですけど、まあ、その下々みたいな扱いを受けてますので、まあ、この人たちはですね、セーフティーネットの外側で、レイオフされても統計に残らずみたいな、まあ、感じになっちゃってるのかなと。まあ、そんな人たちを安全弁にしてですね、まあ、都市の住民たちは、特権階級のように暮らしていると、いうことです。まあ、これ篠原さんが言ったんですけどね、かつて毛沢東は、農村から都市を包囲すると言ってたんですが、今ですね、まあ、この習近平はですね、農村によって都市を守るみたいな感じでね、この間の、三峡ダムの、ね、洪水の時もね、結局農村がみんな犠牲になって、まあ、下の都市を守ったと、下流の、ね、都市を守ったということもあったりしますんで、まあ、この状況はまあまあ変わらないかな、チャイナの人にとってはもう厳しい状況が続くかなというふうに思います。まあ、そんな中、アメリカは今ギチギチとですね、チャイナに対する締め付けを強めていると。そんな中でですね、日本もぼやぼやしてていいのかと、まあ、いうことですよね。まあ、我々もね、身近にね、できることいっぱいあるんですよ。それは何かというとね、チャイナ大好きな新聞を解約すること、そう、朝日新聞の縮小活動を進めることというね、非常にこの愛国的な任務もあったりしますので、ぜひね、皆さん縮小団の方をね、加入していただいて、月に3件解約ノルマガンガン達成していただけるといいかなというふうに思っています。まあね、日本もね、いろいろその親中派の皆さんが工作しているんですが、基本的には成功はしてないんです。はい、成功はしてないんですけど、けどね、でもだからといって、じゃあ日本がね、今回の対中包囲網、役割を全て果たしているかというと、まあ、アメリカから評価されてるは、されているのはね、いるんですよ。オーストラリアと日本は評価されてはいるものの、まだまだやることいっぱいあると思います。まあ、まずね、基本的に防衛費がまだ安すぎますからね。防衛費は、まあ、GDP の、最低でも 2% ということで10兆円ぐらいは必要ですし、でその10兆円の防衛費を、ね、支えるためには強い経済が必要でしょ。でそのためにはさ、今やってるじゃあ GoTo キャンペーンでいいのかということですよ。ダメだろ、あんなんじゃ全然、 GoTo キャンペーンじゃね、 GoTo キャンペーンじゃダメなんで、やっぱりね、我々がやらなきゃいけないのは一つですよ。そう、消費税減税ね、財務省が言われるとキーってなるね、消費税減税を進めて、消費税減税を進めてね、強い経済を作ることがチャイナにとってはですね、まあ一番困ることなんじゃないかなというふうに私は思うんですけどね、いかがでしょうね、皆さんね。まあ、この辺がね、どうしてもね、こうチャイナ大好きな人たちとね、それから増税したい人たちっていうのはこう被ってしまうんですよね。まあ、この辺がね、恐ろしいなというふうに思いますけどね。まあ、皆さんもね、よくね、テレビ新聞等ね、観察していただいて、今 PCR 検査 PCR 検査って言ってる連中もね、なんかチャイナ大好きな人たちに多いですよね。あれ、わざと検査数増やして混乱を助長しようとしてるんですかね。まあ、よくわからないですけどね、はい。まあ、あくまでも憶測の領域を出ないですけれども、まあでもね、ちょっとその辺私はね、気になるところだなというふうに思ってます。まあ、とにかくね、あんまテレビ見ないことですよ。テレビろくなことやってないですしね、嘘ばっかり言ってますしね、テレビは見ないでね、こうやってこうね、外でこうほら、もう3密なんか全然ないですから、ここならね、3密ないところでですね、お盆は、遊んでですね、大いにね、地域に金を落としてですね、経済活性化ということで、まあ、3密さえ避ければ旅行していいと、ね、尾身先生も言ってましたから、ね、何が問題かって3密がいけないわけですよね。3密、あとマスクしない、ね、この間なんかクラスターパーティーでしたっけ、アホがいましたけどね、あれ自分が移っても平気ってのはいいんですけど、人に移すなよっていうことだけは問題なんですけど、あれやってたやつね、後藤さんでしたっけ、全然わけわかってないなこいつと思ってね、見てましたけど、まあ、人に移さないように気をつけつつ、ね、自分がひょっとしたら無症状感染者かもしれないというリスクを自覚しつつね、まあ、経済回すためにね、まあ、いろいろやってみることが大事かなというふうに私は思っております。はい、まあ2週間後には死者がうなぎ登りにとか、言いつつ、もう6週間ぐらい経とうとしてるんですけれども、まあ、いつか増えるんですかね。まあ、でも仮に増えたとしてもどうなんでしょうね。亡くなってる方の、まあ、年齢中央値が80歳代前半ということでね、果たして、ね、どうなの、まあ、皆さんその辺は考えてねということです。はい、まあ、ということで米中対立がですね、非常にまた先鋭化して、もう毎日のようにこのエスカレーションしていく中ですね、我々日本人が一人一人できることは、まずは新聞の解約、ね、そしてもう一つは、まあ、経済回すことです。ビビってないでですね、まあ、ちょっと3密は気をつけながらね、かつ人に移さないようにちゃんと配慮をしながら、経済を回すためにお金を使うことじゃないかなと
思いますので、それを実践するためにですね、ちょっと海の方に来てみました。はい、皆さんもですね、日本経済のために、貢献できることガンガン貢献していきましょう。もう通販で思いっきり金使ってもいいですよ。何でもいいです。もう10万円はパーッと使いましょうね。あれ貯金しちゃダメ。10万円を貯金しないことがですね、習近平一番嫌がることなんで、徹底的にやっていただければというふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価ボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録をお願いします。ガー。